ゴルカイ・イサギレ・イン・サウス・ティは、スペイン、バスク州ギプスコア県、オルマイ・ステギ出身の自転車競技選手。弟のヨン・イサギレも、同じく自転車競技選手。姓は、イサギイレ、イズグミレ、イジャギルなどとも表記される。2009年、コンテントポリスアンポで、プロデビュー。当チームが2009年限りで解散したため、地元バスクの UCI プロチーム、エウスカルテル・エウスカディエ遺跡。 同年のツールドルクセンブルクの第4ステージで優勝する。2013年にエウスカルテルが解散したことを受け、2014年に同じスペインの UCI ワールドチームモビスターに移籍。初出場したブエルター・エスパーニャの第1ステージで優勝。総合37位で完走した。2017年はパリ・ニースで総合4位に入り、一躍その名を轟かせる。 ジロでイタリアでは、第8ステージで4名での逃げが決まる中、最後のコーナーで、鋭いアタックを仕掛ける。ルイス・レオン・サンチェスや、ジョバンニ・ビスコンティの追撃を抑えて、ステージ優勝を果たした。2018年、弟が前年に移籍したバーレーン・メリダに移籍。2019年、兄弟揃って、アスタナプロチームへ移籍。 2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年。ありがとうございます。